カール・タウジヒ。カール・タウジヒは、ポーランド出身のピアニスト。聖は、タウジヒとも表記する。ポーランド語では、カロル・タウシク。ワルシャワで、ユダヤ系の家庭に生まれ、父アロイスから、ピアノの手ほどきを受ける。その後、フランツ・リストをバイマルに尋ねて、指示を認められ、その後、演奏旅行に同行するようになる。この時タウジヒは14歳であった。指示後、 ドイツに定住して1865年にベルリンでピアノ教室を開くがすぐに教室を畳んでヨーロッパ各地で演奏旅行を行い模範的な演奏技巧によって知られるようになった。29歳の時にライプツィヒにてチョーチフスにより他界した。作曲家として残した作品は数少なくほとんど調査、研究されていない。自作の他に 数多くの作曲家の作品をピアノ曲に編曲した。バッハのトッカータとフンガニ単調 BWV565 の編曲は割合有名である。他にリヒャルト・ワーグナーの編曲、ワルキューレより、ワルキューレの気候、トリスタンとイゾルデの、イゾルデの愛の詩などのピアノ編曲が残されている。また、ショパンのピアノ競奏曲第1番の改訂も言ったが、ピアノパートは、 愚か曲自体にも大幅に手を加えた結果、陳腐な曲になってしまったと悪評高い。ブラームスはリストに敬意を抱いていなかったが、タウジヒとは信仰を結び、その演奏技巧を念頭に置いて、2巻のパガニーニの主題による変奏曲を作曲した。ありがとうございます。